はい、こんにちは。大阪市住吉区にあるリアハリ救世隊院長の笹原健太郎です。本日は AK 博多法、仙腸関節調整法っていうのは、腰痛とかヘルニアに効果があるのかですね、についてお伝えの方していきます。で、今日なんでこんな話をするのかというと、結構来る方で言う方多いんですね。ヘルニアになって AK 博多法をやってしたんですけど、これ本当に効くんですかねということを質問されたりするんですね。なので今日は、それに対する私の見解ですね、にちょっと見解をお伝えできればなと思ってこの動画を撮っております。で、結論から言うと、仙腸関節の動きを良くするっていうのは大事です。実際にそこの仙腸関節っていうのが原因で腰痛になることっていうのは非常に多いんですね。ただAK 博多法だけやって治るかっていうと、それは間違いなんですね。で、それなぜかというと、仙腸関節っていう骨盤の関節が動きが悪くなることによって腰痛とかヘルニアっていうのはなりやすくなる。これは間違いない事実なんですね。だからそこを動きを良くしたら、それは痛み治るんちゃうかって思うかもしれないんですけども、もちろんその時に痛みが取れたらいいんですけども、取れてもまた痛なるケースっていうのは多いんですね。これなぜかというと、仙腸関節っていう関節の動きが悪くなる原因っていうのは、やっぱり、ね、姿勢が悪いからとかにはすごい多いんですね。特によくあるダランという姿勢、ダランという姿勢になると、この仙腸関節ってところが動きが悪くなりやすくなるんですね。動きが悪くなると、結局またいくら AK 博多法で動かしてもまた固める、で腰に負担がかかる、痛めるっていうような流れになるんですね。だから大事なのは、 AK 博多法をしてもいいですけれども、しながらもちゃんとなぜ仙腸関節っていうのを固めてしまったのか、それは普段自分がどんな姿勢をしてるのか、そこをどう見つめ直していかなあかんのかってとこまで考えないと根本的に治らないってことですね。なので AK 博多法して、あ、なんか良かったけどまた痛なったって方は、自分自身の姿勢っていうのをぜひ見つめ直す、そういうことをしないと根本的に良くならないんですよってことを、ぜひこの動画を通して、覚えておいていただければなと思います。逆にそういうのがちゃんとできたら、そういうのを活用して痛みを改善するってことは十分可能ですので、ぜひ、AK 博多法ですねっていうのを、実際この動画をご覧の方で、受けに行ってる方は、それをしながらもそういったことですね、自分の日常というのを見直すっていうのを並行してしていただければなと思います。はい、では以上ですね。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。